はい、どうもお疲れ様です。クレポンです。お疲れ様です。ミモネコです。はい、下っていきましょう。ということで、今回も、はい、なんだっけこいつ、芸術家のクエストやっていきたいと思います。よし、やっていきたいと思います。はい、やっていこう。だいぶね、このコバックの方もね、できてきて、うん、まあ、どうぞね、どうぞもね、やっと僕も見えるようになって、もうなんかコバックらしさが出てきたかなと。どこにこのなんかなんていう、なんて言いますかね、この溶接の前掛けみたいなね。ああ、うんうんうん、あ、なるほど、ところとか、はい、まあそんな感じになってます。はいはいはい、じゃあ、早速芸術家さんと、うん、ああサバイバー、うん、私の制作過程を見たいのかな。私は作業をしているところを見られるのが嫌いなんだと。うんうん、ああ、真心の手紙。ああ、そうか、日光で出たんですね、前回クエストが。ああ。そう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 。サバイバーあと少しなんだ。あと少しなんだ。うん、ああ、これが落ち着いていられる、いられようかい。あとほんの数時間で像が完成するんだ。こっから数時間で完成？すごいな。すげえわ。あ、しまった。コバック殿にこのニュースを伝えないと。でもどうやって彼はシェルターのドアを開けてくれないだろうし。でも君が行けば、あるいは。だからお前ら嫌われてるからね。あ、なるほど。ボスがもらって手紙からして彼がよく思わないかもしれないけど、そらそうやな。あの手紙もらってね、ボスはね、前向きになんかそう、ありがたい、すごい嬉しいわみたいな感じだけど、あれは嬉しいっていうような手紙じゃないからね。そうやね。でも心の底では彼は象を見たいって思ってるはずさ。そうだ、郵便箱。コバック殿は町に郵便箱を設置したんだ。人々が緊急時に連絡できるように彼に私の象の除幕式の招待状を送ればいいんだ。お前もええ加減ほんまやな、前向きやな。招待状を投函しに行ってくれないか。君が戻った頃には像は完成しているはずさ。ああ、それから途中で他の手紙を見かけたら私のところに持ち帰ってくれた。前送り主を知ってるからね。え、どういうことや。もうどうせどれもカスみたいな手紙さ、私の手紙の方がずっと重要なんだ。ひどいわこいつ。ダメなやつやん、うん、心の声が聞こえている。心の声が、あ、まだいたのかい。何か聞こえたかな。その急いでくれた前は、さまえば除幕式まで時間がない、ないので、うん、橋が見えんって。だから行変えた前、そうそれねえ、字なんでこんななったの。すっごい説明めっちゃ長いで、これ今までこんなのぎっしり書かれたらないし芸術家の招待状をコバックが設置した特別な郵便箱に投函しよう。ただしコバックはファンからの手紙を心底受け取りない受け取りたくないらしく、郵便箱は厳重に防御されているのでご注意を。そんなんやったら普通の人も取れんやんかね現地にいる間、他のファンからの手紙が落ちているのを見つけたら忘れずに拾い集めて芸術家に届けよう。それらの手紙は芸術家責任を持って、うん、持って、またこれ消え中に橋が、あるいは破棄するだろう。他の誰の手紙より彼の手紙が重要なのだと。主な目標として、まあ、会話、まあ、郵便箱で発見がファンレター5通と、うんうん、おー、すごいですね。合計 XP 経験値14万なんで、これは、まあ、燃やして29クエストでいきましょうか。うんうん、あ、やばいやばいやつや、やばいやつや、夜や。夜はね、やばいで。ええ。ピギーが、基本やばい。ピギーが出る気ね。あ、レベルどうしたんこれ。開けた ?29。29。うん。よし。あ、でも一発やね、ゾンビは。はい、僕の一発ですね。ゲームの中でもお腹が空いたって出たけど、なんかリアルでもお腹空いた。空いてくるよね。もうちょっとお腹減った。いや、僕一発で倒せん、ゾンビが。あ、でもボブおるけんね。ボブ3体ボブ何体もおる。オッケー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 。危な。あ、まだその下におるやんぞ。下におるよ。オッケー。ナイス。
おおもう一体おる。おお壁で見えんかったって。もうこの視点の醜さにやられた。見にくい。これはあれ待って、もしかしてもしかするかもしれんぞ。今高速照準器をつけて、うん、あのクリティカル速度を上げてるじゃないですか。これ高速照準器をねつけたらね、あ、速射照準器か、はい、これをつけたら、あ、ダメージ下がるんやき。ああ、ちょっと、うん、これ抜けたらドルバサダメージのクリティカルが3から 2.3 になるきに、これ多分これ抜けたら、うん、つけられるんじゃないろうか。てかファンレターとかいつもまだ見つけてないんやけど。うん、あ、ウォーリング見つけたぞ。お、いいね。あ、鉄のワイヤーか。3000ダメージが出る。大方2957ダメージが出ますから。あ、銅のアグミ。これちょっとここ怪しいで、こういうところはちょっとずつ。オッケー、一発一発や。おお。お、ファンレターを発見。早いな。発見したが取れん。どうやって取るか、あれ。どこかに引っ張ってくるやつある？台が。あ、ここあったよ。そんなところまで？えい。え、開かれんやん。どうやって取ろうこれ。引っ張ってくる何かしら箱があるんじゃろうか。ある、あるよ。まあそちらの方から引っ張ってきてもらって。はい、そっちへ。はい、ああ、そこにあるね。これ、あの、この中入っちゃったから。見ました。はい、すごい運び方してるんやけど、これだいたいそんなもん。どっち？駐車場？駐車場。よいしょ。バックオーライ、バックオーライ、バックオーライ、バックオーライ。はい、オーライ。こちらにあります。オーライ、オーライ、バックオーライ、バックオーライ。そこ、はい、いただいた、あ、オリレン、オリレン、あーってねなんつってくだらん。ま、そっち、あ、もうそっちね、ずっと回りました回りました。あ、回りました。うん、あれ、あ、そっか。それでは4時の方向。え、ここの建物とか入っているんですかね。これ入ったところ入っていったつもり。ファンレター、まだこれを探して、まだ一つか。うん、あの胴体だけのやつがそこでうねうねしよう。まあ郵便箱は厳重にね防御されているらしいんでね。防御ってか、ちょっとかな、防衛か知らんけど。はい、うわすっごい。どうしたどうしたどうした。なに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 。駐車場にボブが。待って待って待って、見せて見せて。6体6体 6? うん、どこどこ、いずこいずこ。ここやで。ここから壁越しに見てみ。すげ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 。気づかれた。なんだなんだありゃ。こっち来るか、ここか。ここから狙撃するしかないか。OK。
あ、待って待って待って、すっごい遅い。え、なんか、え、こんなに遅かったっけ。めっちゃ遅い。役立たんの。役立たん。え、なんでなんでなんで、あの、すよ。やっぱそのね、恩恵がなくなったき。うん。ボウガンはボウガンっていう一括りで、その狙いの時間があるわけじゃなくて、ボウガンの中でも、あの、各ボウガンがあるじゃないですか。はい。あれらごとにこう、狙いの時間が変わってくるっていうことやろうか。あ、それはあるかもしれんよね。ねえ。うん。で、まあ、威力が上がればね。うん。それだけ照準速度が遅くなるっていうことやね。はい。狙い時間が 0.1。 あ、まあこれやったら威力が下がるんやったら、うん、これの前にあるやつ、何でしたっけあれ。うん、ジャスティサー。ジャスティサー。何それ。知ったように。ちゃ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 、威力が下がるんやったら、下がらんそのスコープ、うん、1個前のスコープっていうのは、この速射照準器は威力が下がるけど、ああ1個前のやつは威力下がらないんですよね。あっはっはっは。そっちの方がいいような気がするな。ダメージ700も違うもんなんで、確かに速くはなるけど、ゾンビ一発でやっつけれんかったらちょっと厳しいし、うん、レベル30近辺になってきた時のこのゾンビの強さ。そう。なんすかそのふんって。お手紙見っけ。おお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 お、やばい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 、これやばいやばい、これやばい。どう、ファンレター一つ確保。ファンレターどころじゃない、僕のファンが来る。僕のファンが今助けに行く。いや多分あれびっくりするで、すごい音が。おうおうがおうが。なるほど、すっごいすっごい、多分ね、その中や。うん、あの郵便箱。あ、うん、多分ね、多分ね。すっごいすっごい、それ下から回って行ってみようか。これのね、入るところが下にあるんやき、ね、うん、あるの。ある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 。ほら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 。おーおー、青猫の引っ張るのあるやん、台座が。どっから入るやつ。うわ、ほらほらほら、遠く、あそこにある。すげえ、なんだこれ。引っ張ってどっから入るこれ。どっから入れる。こっちでも低い、この高いやつ、それで上がれるんかな。そうか、これは上がれんやろ。ちょっと行ってみようか。犬もいっ、あ、やばいやばいやばい、入ってもうたで。ちょっと待って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 。あ、これでもここね、あれや、ほら、あ、柵に入っちゅうき、正面あの中や、うん、ええ。もうこれ、ポストの近く狙撃していい。オッケー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 。うわー気持ち悪いわ、なんかわらわらーって動く。あ、いいねいいねいいね。この、こっち来んや。
うん、なんで向こう行ったのよ。よっしゃ、もう降りるで。なんだ。ほら、生存者、まあコバックはね、もう弱いやつはもう食んなっていう感じ、あ、感じやき、うん、まあここがクリアできるぐらいの強いやつじゃないと、もう手紙なんて投函させんぞっていうことですかね。かな。うん。コバックメールは私のファンの諸君専用の郵便サービスだ。諸君の手紙を投函してくれれば必ず読ませてもらうか、焚き付けとして使わせてもらう。読まん言うことやん。私に用事ある場合は直接私に言いに来るのではなく、必ずこのボックスを使用していただきたい。今日神々やな、今日神々。毎日必ずチェックする気はあるのでよろしく頼む、コバックより。絶対ここはチェックする気ないやろねえ。もうこれだってここを入るためにはこのゾンビやっつけないかんわけやからね。これ、うん、あ、そっか、出るときはそこの車から出たのとか。ここにあるこれはファンメールじゃないか、ファンレターか。ほら、まだ、あ、外から上がってきたか、これ。そう、上がってきた。なんかね、一応車とかもエンジン持って帰れるやつが中にあるみたいなんでね。うん、まあ、何、どれがね持って帰れるエンジンかっていうのか、まあ、車っていうのかわからんき、うん、いろいろ調べてみたりはするんですけど、エンジン持って帰ったらかなりのアイテムになるんでねえ、うん、ぜひぜひね、なんかこういう車持って帰れるよとかいうのがわかる方いたらね、教えてもらえればありがたいですね。けど車を持って帰るって、車、まあエンジンですよ、車のね。エンジンでもさ、V6 ですからね。そして僕はね、V8 ぐらいのエンジンかと思ったけど、V6 でしたね。うん。V6 のエンジンでも持って帰るって、どうやって持って帰るんやろ。ほんと。あのね、まあ、このアメリカ、舞台がアメリカなんですか、これ。ああ。ね、確かね。なんでね、排気量もバカでかい排気量やと思うんですけど。まあ、車のね、エンジンって言ったら、軽4でも重たいですからね。そうだね。普通に一人で抱えて持って帰れるようなもんじゃないですから。やっぱその点はね、持って帰れるサバイバーっていうのはやっぱ強いんじゃないでしょうかね。すごいよ。持って帰れるだけでね、かなりの筋力があるサバイバーですから、うん、はい、そらこれはゾンビもやっつけれますって、やっつけれますって、あ、なんて膝蹴りで頭砕きますから。ええっていうか、なんかファンレター見つからないんですけど。うん、ないんですけどねえ。お、あった、ファンレター発見。お、アップ、すげえな。ここゴロリン、なぜ。はい、ここに一つありました。はーい。あー、ここにあった。ここにあるやん。あるやん。誰ここ見つけたの。ここ見たが。オッケー、ここにありました。ははははは。疲れっす。よっしゃ、帰りましょう。はい。終了。ういー。これでコバックの銅像できるんちゃうんかな。できるでしょう。できそうな気がする。うん。
できる言うとったし。うんうんうん。OK。じゃあ、周囲の警戒を。おお。持ってきたぞ。じゃじゃーん、どうだ、素晴らしいだろ。素晴らしすぎて言葉もない。そうだろ、分かっているとも、君はこう言いたいんだろう。わーお、さすが芸術家と呼ばれるだけのことはあるな。うんうん、そうだろうとも。ははは、なんていい気分だろう。早くコバック殿に見てもらいたいな。あ、そうだ、招待状を届けてくれてありがとう。友達にもぜひ象のことを広めてくれたまえ。あ、彼が見に来てくれたら。そうさ、来る、きっと来るということで、おっと、コバックの銅像かっこいいですね。スレッジハンマー持ってますね。ちょっと全体像が映らん。いいね、いいね、はい、おーすごいな。お、こいつライフル持ってるんや。お、ピギー、あ、いっぱい俺来た、ピギーが痛い。あ、痛いです。やられてー、やばい、まだし、あ、ちょっと来たか。夜はだから嫌、うん、いいですね、このコバック像。ちょっとこいつに話をかけて、あ、まあもう3つクエストで終わりですね、はい、コバックのこの銅像を建てて、うん、うん、いい感じ。はい、ではコバックの像の前で今回は終わりにしましょうか、うん、全体像が映るように引きの絵でね。はい、こんな感じで、うん、そうなったらミモネコさんが映りませんけど、じゃあ全然映らない。ここにしましょうか。はい、ということで今回はこの辺で、はい、はい、どうもご視聴ありがとうございました。またね。